パリゴリン女子リカーブ予選、ランキングラウンドが現地7月25日に行われ、韓国代表のイムシヒョンが720ポイント中694ポイントの世界新記録で予選主位通過。今大会全競技通じて初の記録更新者となった。フォト、シュミット、デュネシュ、ロザ・マリア、清水・リサ、パリゴリンに花を添える美女アスリートを一挙紹介。72本の矢を放ち、 その合計点数を競競う同競技イムは最初の36本をわずか7ポイント落ちという驚異的な記録で折り返すとハイスコアを維持しそのままワールドレコードを更新した世界アーチェリー連盟によればこれまでの世界記録は2019年のヒュンダイ世界アーチェリー選手権でカン・チェヨンが記録した691点大会記録は3年前の東京五輪金メダリスト アンサンの680ポイントだという。また、韓国代表は団体としても大会最高得点で通過を決めた。同連盟公式サイトでも早速イムの偉業とコメントを紹介。予選通過は全ての始まりに過ぎません。なので、プレッシャーを感じるのではなく、一つ一つ乗り越えていこうと思いますと話したという。なお、日本からは野田さつきが五輪初出場。 666ポイントで12位通過を果たした。